やったー、KK です。質問です。プロになるまでで一番頑張ったことって何ですかっていう質問に答えていきます。これね、小学生の頃の話なんですけど、小2の頃に僕サッカー始めたんですよ。これは親の影響で、親がサッカー好きなんで、それの影響で始めたって感じで、まあ、まだサッカー好きじゃないけど、サッカーに若干興味あるよみたいな感じで始めたんですけど、その当時のね、サッカーのコーチがすごいね、サッカーに対して真剣で、で厳しくて、で俺らがサッカーでミスしたりしたらすげえ怒ってくる。でも俺らがサッカー上手くなるために一番に考えてくれる、そんなコーチだったんですよね。でその当時俺、そのコーチの考えが全く分かんなくて、ただただね、そのコーチの前でサッカーするのが怖かったんですよ。コーチいない時のサッカーの方が楽しかったし、少ない金で駄菓子屋行ったりゲーセン行ったりする方が俺は好きだったんですよね、その当時は。でもまあいやいやなりにも真剣に怒られたくないし、サッカー続けてた結果、まあ、ある大会が途中だったんですよ。でその大会で負けてしまって、でその時なんかめちゃくちゃ悔しかったんですよね。それまで悔しそんなサッカーに対して悔しいって思ったことないけど、めちゃくちゃ悔しかったんですよ。でその時気づいたんですよね。あ、俺はサッカー好きになってんだって、サッカーのこと今大好きなんだってなって、よしじゃあ誰よりも上手くなってやろうって思って、そっから死ぬほど努力して、でその時がやっぱ一番頑張ったかなって思いますね。でスタメンになることもできて、でまあ大会とかにも出たりして、まあ1位取ったりとか取らなかったりとかあって、小学校のね、まあ、サッカー人生は終わったんですけど、で中学で入る前に、いや俺はサッカーで頑張りたいってことでクラブのセレクションを受けたんですよね。よっしゃと思って、でも情けない話なんですけど、これ落ちてしまって、でその時に心の片隅で思ってしまったんですよ。あ、クラブのセレクション落ちるぐらいじゃ俺はサッカーではダメなのかもしれないなって思って、でまあ部活でやって、高校でもまあなあなあになっちゃったって言えばいい、そうっすかね、やって、で高校で終わった、サッカー人生が終わったっていう感じですね。まあそうだから今なら思うけど、そのコーチの言ってたことは全部正しかったし、もうちょっとそのことに早く気づけてたらな、変わってたのかなとは思うんですけど、まあそれもいろいろあって、今の俺があんならそれはそれでいいかなとも思うんでね、まあ、今日もやっていこうと思うんですけど、でもそう、俺の仲間はすごいんですよ。その当時の小学生のうち同じチームメイトは、今となってはちょっと前にアンダー17の日本代表選ばれたりとか、今もうプロでね、ヴェルディっていうチームで活躍してたりとか、プロでもうすげえなって思うんで、他にもね、サッカーやめたりしてるやつもいるんですけど、サッカー続けてまだまだ頑張ってるやつらもいるし、俺も頑張らなきゃなっていう気持ちです今。はい、てな感じでね、今回もいい話をした後にやっていくんですけど、今回はですね、ちょっと待って、こちら の友達に手伝ってもらったんですけどね、ラバーバルーンをバルーンラバーにする方法っていうのを紹介していこうと思います。プロなんで、まあ、プロだからっていう意味ではないんですけど、クララをね、少なくともたくさんの時間やってるんで、こういう小技とか、まあ、知ってる人も多いと思うんですけど、小技とか豆知識とかは結構持ってるつもりなんで、知ってる限りね、皆さんに共有していけばいいかなとは思ってます。今ちょっと手札回してます。でここのラバでですね、でどうするかっていうと、まずはボムタワーを端前に置きます。そうするとラバは遠距離攻撃じゃないですか、若干で、バルーンは近距離攻撃なんで、そのバルーンがラバを追い越してくるんですよ。そうするとタワーのターゲットが、まずここポイント、この位置、この位置か左に1マス、ボムタワー、どっちでもいい。それ以外の位置は試したことがないです。まあ、その2マスのどっちかでいいと思います。で、ラバの、自分のタワーのターゲットがラバに取らない、何にも取らない状況でボムタワーを先に出す。なおかつ、なんだろうな、バルーンが来る遥か前にボムタワーを置いたら、インドラとかでボムタワー処理された後にバルーン追加ってなるじゃないですか。そうされたら終わりなんで、相手がバルーンを出してくるタイミングと、ほぼ同じタイミングで出してあげるといいですね。まあそれぐらいしかない。まあかといってこれをすれば勝てるわけでもないし、これをした方がいいっていうわけでもないデッキもあると思います。でも、これをすれば勝ちにつながるっていうデッキもあるんで、よかったらワンチャン狙ってみたい方は試してみてください。ということでね、例えば、まあ、ラバル対決で施設持ちの場合とか、バルーンラバにしたらめっちゃ有利だよねとか、あとこういうクエイクホグのデッキとかは、ラバーを溶かせないんで、ラバー溶かせなかったらバルーンも溶かせないじゃないですか。なんで、もうどうしようもない時にラババル組まれたら嫌だからバルーンラバーにして、なんとか逃れようっていう感じで、ですね。
まあ今回はマルチやっていくんですけど、261から北陸エイクでやっていこうと思います。いきます。来た来た来た、よろしくよろしく。今回ちゃんと説明できた気がすんな。これマジでテイク24だよ、やばくない？ちゃんと説明するからにはしたいなと思って。そう、トルネ入ってるデッキとかではしなくていいかなとは思います。あと施設なら何でもできますね。ゴブリンのりでも、まあ大砲とかでも墓石でも何でも。ラバーの攻撃が弱いんで、そもそも化け物くらいんじゃん。化け物なのかな。よし、集中。俺もののけ姫めっちゃ好きなんですよね。なんか描写っていうか、おこれホグ出してクエイク打っていいな。でも取れねえか。じゃあここクエイク打って、ってことは遅延スケラですね。まあスケラっていう点ではアーチャーがいるんで若干有利なんですけど、ババゴヤとトルネがあるんでホグが入らないんでね、そこをうまく工夫していきたいですね。例えばこことか、あれスケルトンなんだけど、ん、え、なんでなんで、どういうことどういうこと、ちょっと分かんない分かんない。エリゴレのスケルトン型珍しいですね。いい話。でもここ入ったんですけどやばいですね、形組まれるんで、ここをうまく押さえていきたい。一旦デリバリー落として、でウッド打つことによってまず割った後にアーチャー。オッケーオッケーオッケー、全然いい、むしろ悪い、いいって、いい方が悪い場合もありますよね。ここでホグ追加します。相手はババガヤは出せないんでね。でもトルネは出せるから、まあここは普通に守られるかな。はい、ウッド打って早めに溶かします。でもこれちょっと良くないな。相手からしたらその片サイドを攻められる分にはいいんで、俺としては逆サイドを攻めないといけないんですよ。なんでちょっとスケルトンこっちに出しつつ、今トルネ使ったんでこっち側攻めていきたいと思います。やべやべやった、最悪。ちょっと待って、ホグミスった、すいません、本当にすいません本当にすいません、すごい謝りたい今。いやでもまあ、いや良くねえな、ちょっとマジで今ね。なんで、いやでもそのエリゴラ美味しい、これは全然守れますね。ないと後ろからで、ボムタワー出して、このデッキアーチャーなんで、後ろのね、その、後衛が溶かしづらいんですよ。なんで、デリバリーをたくさん回したいですね。あとはもう一回打って、デリバリーももう一回打って、よいしょ。どう防衛、ナイス防衛、ナイスディフェンスって言ってほしい。頼む、視聴者のみんなにナイスディフェンスって言ってほしい。マジで。やっぱ人間って、承認欲求の塊なんでね。僕もこういうところで、褒められて生きていきたいですね。よし。気持ち悪いんですけども、気持ち悪いなりにやっていこうかなと思います。僕は中学生の頃ガリガリでアンガールズ田中と呼ばれてました。なんでその山ねーっていうネタをやると受けてましたね。複雑な気持ちなんですけどね、受けるのも。よし、ここもしっかり守っていこう。エリゴレ相手は一瞬でも気抜いたら負けってことを覚えておいてください。一瞬でも気抜いたら終わり。防衛、完璧な防衛をし続けないといけないです。ここもねヒーラーが怖いですね。なんで先にヒーラー溶かして、なエリゴレあるあるっていいですか、ヒーラー2体来たら止まんない絶対。よし、トルネ使ったんで、うわなんでアーチャー行ってんの。オッケーオッケー、ここ絶対ババゴヤ来るでしょ。オッケー、でここナイト重ねて、これクエイクで落ちるな。クエイクウッドで、でホグも飛ばすんですよ。あ、来た来た来た、取りに来た取りに来た、パンナコッタ、よし、クエイク打ってジジってな感じですね。まあうん、コツとしては、防衛のコツとしてはボムタワーを2周回すじゃないと守れないです。2周回すプラス
デリバリー、あとエリゴレを早く溶かすっていう考えで防衛するとやりやすいです。197からいきます。ユニットの対決ではヒーラーベビドラライドラに勝てるユニットないんですよ。なんでエリゴレの分のエリクサーで勝つしかないんですよね。だからエリゴレの分のエリクサー回収してイメージとしては、お、来た来た来た、やるぞやるぞやるぞいやでもショテラは分かんねえよ。いややばこれ終わるじゃん。もうちょっと待ってよ、終わるラバルじゃん、終わるラバルラバルラバルじゃん、来いや。じゃあ本当にすいません、マジで気にしました、動画のことを気にしてしまいました。でもこれさ、普通にさ守れないんだよな。どうしろっつんだよこの手札になって。バレン追加したら終わりだぞ。あ、じゃあ攻める、それはワンチャン歩くね。来た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 、南、どうもコンパスおじさんです。それすごいでしょ。なになになに、うーん、痛い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 。いや2-1で勝つプランワンチャン。でも相手にその5-6-5-6でいこう。レッツゴー、ヘイ、おお、なんでなんでなんで、え、やば、避けたって絶対。マジで。マジか。今だって当たってたらもう一発か二発入ってたでしょ。そんなマジ？ちょっと待って、これエリア止めやばいし。で、相手にそのラバルを、相手は、こいつはボムタワーでどうせ前にまたやってくるだろうって思われてるんで、次はやんないです。ここでやってくると思うよ。でも、やんないんです。バルーン出せねえだろ、ちょっと。これボムタワーで処理。ウィンドランターゲットを取りつつ、とりあえずよいしょ、よっ、ええ防衛じゃねこれ。どう、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。でもボムタワーであるからせめて一発で抑えれるはず。お、これいけるいける、来た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 。ちょっと待って、考えろ考えろ。落ち着け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 、ぺったんぺったんぺったん。ちょっとちょっと待って待って待って、いやこれさ、ラバが痛いわ、すごいラバが痛い。よし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 、守れ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 。いや飛来心した方がよかったか。ちょっと待って待って待って、え、やばい、え、嘘、なんで、いや、ナイトで飛来心だったか今、マジかっていう感じで、これが失敗例です。成功例も見せたんで、失敗例も一応見せとかないとなと思ったんで、相手がバルーンを組んでくるタイミングでやんないといけないんですよ。で、それはどういうタイミングかっていうと、相手が10コス溜まってるタイミングです。こいつ2倍タイム入ってラバー作って、もうすぐバルーンつけたいだろうなっていうタイミングでやるとできます。プルプルしてる時に、なんだろうな、相手のボムター警戒なんて知らないじゃないですか。だからもうバルーン即出しでポンって出してくるんですよ。だこいつは今エリクサーがあるなって時にできますね。ちょっと今のはそのワンチャンにかけすぎました。でもショテラはしてきたんで、おわいこみたいなとこある。いきます。いきます。来た来た、よろしく。お、この人は枯渇の方だ。いや、申し訳ないけど、でもこれは勝たせていただく。クエイコーグでインフェクアツの立ち回り。あっち側からも、この人多分上手い人なんで、よかったら見てってください。よろしく言ってな。よろしく。ちょっとここかな。姉妹プリンが怖いんで。やべえ、ツタヤの CD 返してね。払わんくてええやろ。その、Twitter か、TikTok に載ってるんで、粗品さんの歌めっちゃ好きなんで、よかったら聞いてみてください。興味ある方。延滞料金。どうしよう。ここはホグクエイクいきます。もうなんだろうな、この手札その詰まるんで、デリバリーがあることによって枯渇相手だと、もうガンガンクエイクっていいっすね。とりあえずホグクエイク、もうクエイクで削ってるみたいな感じです。で、相手が若干その甘えてきたり、回転で勝ったなって思った時にガッツリ攻めるみたいな。バレルの位置ミスったれば、こういう時とか
相手ロケットボーイするしかない。ここはクエック打たなくていいわ。じゃあ一発入れ。うわー、ここはちょっと守っていきます。オッケー。ふう、ダウン落ち着いて、で端前プリンが怖いんで、なるべくね端前プリンは入れてきたくないですね。ここどか一応警戒しつつ、敵陣の奥底のねプリンがウッドでしか処理できないんで、オッケー。お、ここ行っていいな。ナイト無視。もう一発、オッケー。でかドデカミンよりでかい。これアーチャーが反応するんで、スケルトンとアーチャーで、で左に、オッケーオッケー。相性取れてるデッキに対しても集中を。お、やってね、一発。よし、でかドデカミンよりでかい。どうしよう。ボムに行け、ボムに行け。 OKOK。 ここクエイクってウッド持っていいな。ウッド持っちゃってインフェとかしてギャングが来んのか。ギャン、うわうまい。ここ押さえてくるか。ナイトでもう常にプリン警戒し続けて、でここもクエイクですね。で回るんです。ちょっと待って、でもダメ跡取ってるんで、まあこのままなら負けないかな。しっかりアーチャーとスケルトンで抑えていって、でホグクエイクですね。もうこれするだけ、本当にこれするだけ。しっかり始まりプリン警戒しつつホグクエイクで、回転いけそうだなって時はもう速攻でホグ出す、気にせず。でたまに攻め打っても大事これは。いやーマジか、これ巻き込んでいいな。デリバー、あ、それスケルトン一発やれ。入んねえか。926と2000なんで、相手ここまで来るとロケット削りが多分できないんですよね。インフィだ。なんで俺もクエイク削り始めます。もうホグ、まあホグは飛ばすんですけど、のクエイクだけでも打ちますね。相手のワンチャンとしてはバレル刺すしかないんで、お、マジ？クエイク打って、で、ウッドだけ一応温存しとく。ウッド、バレルが入るのが俺の巻き筋なんでね。これギャング、よいしょ、読んで、アースクエイク打って、ジジってな感じですね。アーチャーの分、その相手より回転が1個速くなるんかな。なんでね、ホグクエイクデッキ、ぜひ使ってみてください。素晴らしいです。ただなんでね、よかったらチャンネル登録とコメントお願いします。ご視聴、あざした。